はい、岩国にある山賊っていうご飯屋さんかなに来てます。結構ね広いんですよね。広いし、もう日本のその伝統的な、なんだろうな、ものが結構あるというような、なんかお寺があったりとか、なんか おみこしあったり、お祭り的な雰囲気のあるあの場所なんで、ご飯屋さんなんですけど、ちょっとねここを歩いていこうかなと思います。ちょっと案内していこうかなと思います。はい、というわけでやってまいりました、岩国にある山賊ですね。まあ、岩国といえば錦帯橋、岩国城とかそういうもんなんですけど、またね山奥に行けばこのテーマパークな感じの山賊というね、お食事処があります。今日はねそれをピックアップしてみたわけですけど、こんな感じですね。消失、1988年12月6日消失でした。ご飯を食べるにあたってですね、まあ、入り口で食券を購入して、お席に座る形になるんですけど、席取りとかそういうものに関しては注意されるので、初めに確実に、食券を買っちゃっといてください。お席の方なんですけど、室内のお席ももちろんあります。外側で、外で食べれる席もありますんで、まあ、その時のね、雰囲気に合わせて、お席の方をね選んでみてください。失礼いたします。お茶菌などお気をつけください。刻まれとるね、長い歴史。こちらがね、山賊おむすびです。おむすびです。そして山賊のうどんになります。でさらにね、大人気な山賊焼きというのがあります。こちらのね、3つが、山賊の方で一番というか、かなり上位ランクに上がっている、メニューとなっています。山賊花祭り、天上天下聖唯我独尊、どういう意味だろう。なんかあるお寺で、これ
葬式みたいな、なんかある。子育て地蔵すごいな、下向いてる。ああ、下にお地蔵さんが子供みたいないて、そういう挫折して下向いてると思いきや、というわけでね、今回こんな感じで選んでもらいました。ぜひ、時間がね、あるときは見てください。それではね、スピチューブ失礼します。ありがとうございました。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。